全国1000万人のロードジブリルファンの皆さん、こんにちは。ということで今回は、新たなブルーコスモスの名手として登場するジブリルについてあーでもないこうでもないと、甘えず、ドモン、と言われるまで語っていきたいかなと思います。違うだろう。ということで今回は、ガンダムシードデスティニーのテーマです。デスティニーは非常に難しい話です。その理由は、ガンダムシードの続きとして見るとわかりづらいからです。もちろん、シードの直接の続編であることに間違いありませんが、まさにそこがわかりづらいポイントになっています。それは、前作の主人公、キラヤマトが登場し、なおかつ新主人公として、新アスカがいるからです。さらにその二人は敵対関係にあります。ですから、どちらの視点で見るべき物語なのか、という点で非常にわかりづらいのです。シードの続きとして見れば、前作の主人公であるキラに感情移入し、彼に正義があるように見えますし、デスティニーという物語として見れば、主人公はキラではなくシンですから、シンに正義があると見るべきかもしれません。しかし、これ自体が作品の狙いですから、その意図が理解できれば内容自体も理解しやすくなるかと思います。デスティニープランなどの内容を話す前に、この作品のテーマを理解した方が全体が把握しやすくなると思いますので、今回はこの作品のテーマから話したいかと思います。そして、このデスティニーという作品のコンセプトにあるのが、前作シードに対するアンチテーゼなのです。そこでデスティニーは、シードへのアンチテーゼをベースにしようと考えたんです。シードの終盤から地続きの続編ではあるけれど、描く世界も価値観も違う。前作の否定から入る構想です。デスティニーがシードに対するアンチテーゼであるとしたら、そもそもシードというのが何の話だったのかを理解する必要があります。シードについては、以前に世界観やテーマの説明をしていますので、そちらをご覧いただければと思います。しかし、どんな話か、というのは、キラやアスランがどうとか、ナチュラルとコーディネーターがということではありません。もっと物語の根本的な部分です。一番初期に番組資料に私が書いたコンセプトみたいなもので、一瞬だけシードのホームページにも載ったものがあるんですけど、人はいつか分かり合えるといった希望に甘え、何もせずに時を待つな、というものなんですけど、シリーズ構成をされた諸沢さんが提示していたシードのコンセプトとしてこのようなものがありました。そして本編では、ラウル・クルーゼが人類を絶滅戦争へと向かわせるわけですが、彼は次のように言っていました。これが定めさ。散りながらも突き進んだ道だろう。正義と信じ、わからぬと逃げ、知らず、聞かず。その果ての終局だ。もはや止める術などない。コーディネーターとナチュラルは、物語的には遺伝子を操作した人とそうでない人という違いですが、これが象徴しているものとは個性の違い、他人との違いでしかありません。この戦争は、互いに相手のことを分かろうと、知ろうとしなかったことの結果であり、人の定めなのだとクルーゼは言っています。つまり、シードという作品のテーマは、人は何もせずに分かり合えるということはあり得ず、互いに分かり合おうと努力しなければならないのだ。ということにあると以前に話しました。これはデスティニーの冒頭でもわかります。やがて双方の合意のもと、かつての悲劇の地、ユニウスセブンにおいて締結された条約は、今後の相互理解努力と平和とを誓い、世界は再び安定を取り戻そうと歩み始めていた。デスティニーでは、第一次連合プラント大戦の終戦条約である、ユニウス条約についての説明があります。その条約の中で示されるのは、今後、戦争を起こさないために、相互理解の努力が必要であるということなのです。このシードのテーマというのは、あまりにも常識的なことであるために、意識の外にある、とある概念が大前提になっています。それは、人と人は戦ってはいけない、戦争なんかしてはいけないという考えです。僕たちは、どうして、こんなところへ来てしまったんだろう。僕たちの世界は。ガンダムシードは、
いわゆるロボットものと呼ばれるジャンルの作品です。さらに言えば、ガンダムですが、ガンダムは特にリアルロボットものと呼ばれます。機動戦士ガンダムがリアルロボットものと言われるのは、それまでのロボットものと大きく違った点があったからです。それはロボットが戦う対象です。ガンダム以前の巨大ロボットアニメの主人公の敵は、ほとんど宇宙人でしたでしょう。ガンダム以前の作品というのは、世界征服を企む悪の秘密結社だったり、宇宙の彼方から来る侵略者だったわけですが、ガンダムは舞台を国と国の争い、すなわち、戦争にしたのです。しかし、そのエポックメイキングな作品であるファーストガンダムからすでに、ニュータイプという概念があり、戦争を否定する物語であるので感覚が麻痺していますが、ガンダムというのは戦争の兵器であり、戦争がなければ、その存在意義を失うのです。ガンダム世界は、進化していく人間の物語ですから、その行き着く先が、物否定、マシーンの否定、モビルスーツ否定になってしまうのです。逆襲のシャアの説明で話しましたが、主題であるニュータイプ論を突き詰めていくと、ガンダムそのものの存在否定になってしまいます。それと同じように、戦争否定というのは、このジャンルそのものの否定になってしまうのです。シードは、この戦争を描いたロボットアニメそのものに対するアンチテーゼになっているのです。シードでは戦争はいけないといい、カテゴリー依存からの離脱を描きました。そして、この戦争はいけないということを描いたシードに対するアンチテーゼが、デスティニーのテーマなのです。それに対するアンチテーゼ、その言葉は真実なのか、どんな場合でも戦ってはいけないのか、本当に力は必要ないのかを自身に置き換え考えてほしいのがデスティニーの最大のテーマです。シードでは戦ってはいけないということを是としていたわけですが、それは本当に正しかったのかというのがデスティニーという物語なのです。もちろんこれは戦うべきであるとか、そうしなければならないということではなく、人は時として戦わなければならないこともあるのではないか、ということです。これは劇中で何度も語られている葛藤です。できることなら戦争は避けたい。だが、だからといって、銃も取らずに一方的に滅ぼされるわけにもいかない。確かに、戦わないようにすることは大切だと思います。でも、敵の脅威があるときは仕方ありません。戦うべきときには戦わないと、何一つ自分たちすら守れません。力はただ力、多く望むのも愚かなれど、むやみと厭うのもまた愚か。守るための剣、今必要ならばこれを取れ。難しいな。戦ってはいけないのか、戦わなきゃいけないのか。オーブは何より望みたいのは平和だが、だがそれは自由、自立での中でのことだ。屈服や従属は選べない。すべての命は未来を得るために戦うものです。戦って良いものです。だから私たちも戦わねばなりません。今を生きる命として、覚悟はある。僕は戦う。デスティニーに登場するキャラクターたちは、一様に戦争のない平和な世界を望んでいますが、時として戦わねばならないこともあるのではないか、ということを劇中で考えていくのです。また、ファイナルフェーズでシンとキラは初めて対面します。ここでも、人の争う心はなくならないかもしれないが、平和のために諦めず、共に戦っていくことを誓うという結末になっており、これがこの物語のテーマであることがわかります。いくら吹き飛ばされても、僕らはまた花を植えるよ。きっと、それが、俺たちの戦いだな。一緒に戦おう。このデスティニーの話を成立させる上で重要な軸となっているものがあります。それが3人のメインキャラクター、シン、アスラン、キラの乗るモビルスーツの名前となっている言葉。すなわち、デスティニー、ジャスティス、そしてフリーダムです。先ほども話しましたが、シン、アスラン、
そしてキラも戦争のない世界を作りたいという思いは変わりません。にもかかわらず、シンとキラはなぜ敵だったのでしょうか。アスランは最終的にキラに合流しますが、それまではザフトとしてシン側の立場でした。これは簡単に言えば、正義の違いなのです。正義は移ろうもの。運命は抗うもの。自由は得るもの。フリーダムの劇場パンフレットには、福田監督の言葉としてこのように書かれています。正義は移ろうもの、つまり、定まったものがない。絶対的な正義など存在しない、とおっしゃっているのです。現場はとにかく走るだけだ。立場の違う人間には、見えてるものも違うってね。ハイネの言葉にありますように、立場や状況が変われば、見えているものが違います。正義とは、その個人の立場や状況、価値観から生じるものであって、正しさの少佐ではないのです。ハイネと同じく、アスランはザフトの特務隊である、フェイスに服隊します。忠誠を誓う、という意味の部隊、フェイスだがね。君は己の信念や真理に、忠誠を誓ってくれればいい。君は自分の信ずるところに従い、今に出することなく、また必要な時には、戦っていくことのできる人間だろう。フェイスというのは、信仰や信念、真理という意味ですが、正義というのはまさに、その人が正しいと信じていることでしかないのです。前作の主人公であるキラヤマとは、シードにおける正義ですが、すべてが正しかったとは言えないだろうということなのです。地球連合軍とザフトのどちらにも、正しい戦争、正しい政治なんて一方的な正義はない。キラたちだって全ての行いが正しかったとは言い切れないだろう。という切り口からスタートしてみました。キラ以外の、シンやアスランの視点も交えて物語を描くことによって、正義というものの危うさを表現しているのです。だからこそデスティニーの主人公はキラではないのです。前作に引き続き、キラを主人公として描けば、視聴者にはキラのすることが絶対的正義に映ってしまうことになるでしょう。僕たちが間違っているんですか。本当にアスランの言う通り、議長はいい人で、ラクスが狙われたことも何かの間違いで、僕たちのやってることの方が、なんか馬鹿げた、間違ったことだとしたら。でも、大切な誰かを守ろうとすることは、決して馬鹿げたことでも、間違ったことでもないと思うわ。劇中でも、キラは自分のしていることが正しいことなのか、ということについて常に考えています。しかし、それが正しいかどうかは分からずとも、キラたちにとってそれが正義であると考えて行動していることには違いありません。だからこそ、デスティニーはキラとは正反対の立場にいる、シンという新たな主人公の視点が必要なのです。これまで話してきました通り、キラは正義であり、そしてその対極にいるシンも正義です。その二人の狭間にいるアスランの行動もまた、正義なのです。それは当然、デスティニーの真の黒幕であるデュランダルも正義であるということを意味します。最終回、デュランダルと対峙したキラは次のように言っています。だがそれでいいのかな？本当にそれで。やめたまえ。せっかくここまで来たのに。そんなことをしたら、世界はまた。元の混迷の闇へと逆戻りだ。私の言っていることは真実だよ。そうなのかもしれません。でも、僕たちはそうならない道を選ぶこともできるんだ。デュランダルのなそうとしたデスティニープランの方が本当は正しいのかもしれないが、キラたちの考える正義とは相容れないために、彼はそれを否定するのです。これは単に、それぞれの正義の違いでしかないということです。そして、この正義という観点からデスティニープランというものを見れば、デュランダルがやろうとしたのは、絶対的な価値観、正義を作るということなのです。救いはないと。救いとは何だ？望むものがすべて、願ったことがすべて叶うことか？こんなはずではなかったと。だから時を戻れと祈りが届くことか。ならば次は間違えぬと、確かに言えるのか。君は、誰が決めたというのだ、何を。ならば私が変える、すべてを。
戻れぬというのなら、初めから正しい道を。アデニン、グアニン、シトシン、チミン。己のできること。己のすべきこと。それは、自身が一番よく知っているのだから。人は常に何かの選択を迫られて生きている。シンやキラがそうであったように、自分が正しい、それが正義と信じて選んだ道だとしても、それが本当に正しかったのかは、後になってみなければわからない。だからこそ、初めから正しい道を、正解を、絶対的な価値観、正義を作ってしまえばそのような間違いを人は犯さなくなる。というのがデスティニープランなのです。僕がシードの続編が決まった時に浮かんだのは、キラを主人公にしたドラマは作れない、です。ラウル・クルーゼを倒しても、まだ戦争は続いている。いろいろな正義がある世界の中で、それらを総括、超越する、次の価値観を突き詰めて生まれたのが、次なる黒幕の、ギルバート・デュランダルです。キラヤマトの正義というのは、あまたある正義の一つでしかない。絶対的な正義である主人公を、正義の味方を描こうとしたのではなく、正義の味方を描こうとした作品なのです。ですから、先ほども言いましたように、黒幕であるデュランダルは悪とは言えない存在です。かといって、デュランダルの語る世界も絶対悪かといえば、平和に至るために、現実的に通らなければいけない道かもしれない。賛否両論を呼ぶ存在で良いと思っています。最終回でキラがデスティニープランの方が正しいのかもしれない、と答えているシーンの話をしましたが、この物語では、あえてキラが全面的に正しいという描き方はされていないのです。これは物語の中盤、オーブ軍とザフトの衝突に軍事介入するという行動にも現れています。キラもデスティニーでの行動の正当性をわざと薄めています。圧倒的に強いけれど彼の全てが正しいわけではない。デュランダルが危険視するのも理解できるはずです。デスティニーは、異なる正義、異なる価値観から描かれる群像劇になっているので、単にシードの続き、キラヤマトの物語という見方をするとわかりづらくなってしまうのです。このように、デスティニーは広い意味で、多くの人々の視点や思惑が折り重なっている作品です。有史以来、人類の歴史から戦いのなくならぬわけ。常に存在する最大の敵。それはいつになっても克服できない。我ら自身の無知と欲望だということを。デスティニープランの目的は戦争のない世界を作ることにあります。キラたちの目標もまさに同じところにありましたが、彼らは自分たちの正義に従ってこれを否定しました。つまり、シードで歌われた、戦争をしてはいけないということを否定したということです。デスティニープランの否定は、シードに対するアンチテーゼにもつながっているのです。そしてこれまで話してきましたように、デュランダルもまた正義ですから、それを否定したキラたちには、その選択が本当に正しかったのか、ということが常につきまといます。たとえ争う気持ちがあったとしても、人は前に進むべきだ。というのが、当時用意した答えでした。だから今回は、本当にそうなのかという、デスティニーの答えに対するアンサーとして作っています。キラたちがデスティニープランを否定して出した結論というのは、本当に正しかったのか、ということを描いたものが、続くフリーダムなのです。とすれば、かつて否定されたデスティニープランが、再びフリーダムで登場するのは至極当然ですよね。シードに対する回答がデスティニーであり、さらにそれに対する回答として作られたのがフリーダムというつながりになっているのです。いかがでしたでしょうか。デスティニーは単にシードの続きとして見るとわかりづらいかもしれませんが、テーマや意図などを踏まえてみると内容も理解しやすくなるかと思います。ということで今回はテーマや物語の構造についてでした。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。そこには求めていた未来があった。望んでいた世界があった。しかし、その心地よいささやきは、理想郷への道しるべか。それとも、
次回機動戦士ガンダムシードデスティニー。デスティニープラン。宿命を乗り越えろ、デスティニー。